新水線は、かつて、富山県の富山市と新港市を結んでいた、鉄道路線。富山から北の四方に至った後、富山湾沿いに新港へ至っていた。一部分は、下越能鉄道に譲渡されて、現在も万葉線新港港線として残っているが、大部分は1980年3月31日、限りで廃止された。 1980年3月31日時点において、イミ線として運営されていた区間のデータ当たり線は、1918年に計画された高岡新港東暮葉村を結ぶ電車軌道の計画と1921年に計画された富山市安要望と新港を結ぶ不信電気軌道の計画を一本化し、1922年12月26日にイミ電気軌道の名前で、 富山駅から新伏木口駅間の軌道付設特許を受け、1923年2月20日に越中電気軌道として設立されたことに始まる。沿線の旅客や海産物、米などの運搬が目的であった。伏木港と富山駅を鉄道で直結し、将来は高岡伏木間、四方東岩瀬間、新港小杉間の路線延長を行い、沿線の産業、 観光開発を目指すことを計画していた。1924年に富山北口駅四方駅間6 1トルが開業。1926年に連帯京駅富山北口駅間と四方駅内出浜駅間が開業した。連帯京駅で富山市電に接続していた。内出浜駅前には海水浴場を開くなど集客に努めていたが、 沿線に人口が少ないことから、業績は良くなく、1927年に社名を越中鉄道に変更し、地方鉄道補助法の適用を受けるために1928年に、軌道から鉄道に変更した。同じ頃に、日本電力の参加に入った同胞による補助により、内出浜駅員の延伸が行われるようになり、堀岡、 古市の方、東、新港、小川口と少しずつ延長しながら1933年に新伏木口駅までの1 9 9トルが全通した。しかし、人数川への佳境を伴うと山駅と山北口駅間は資金難から着工できなかった。その後、沿線の工場立地や観光開発の成果もあって、1936年度から、 収益は黒字になった。1943年1月1日の交通大統合により、富山地方鉄道の伊水線となった。1950年12月31日から、富山機動線への直通運転を開始し、翌1951年4月1日には、高岡機動線の米島口駅新港駅間が開業した。新富山駅。 西町停留場間の直通運転は1961年7月18日に廃止された。北条図形を改作した富山振興の建設により、伊水線は分断されることになった。1966年4月に北条図形の入り口部分を渡る鉄橋を含めた、堀岡駅腰の方駅間の内振興東口駅、建設予定地制が廃止となり、 高岡川の腰の片駅新港駅間が、下越能鉄道に譲渡されて、新港港線となった。分断された、堀岡駅腰の片駅間には、大行の連絡バスの運行を経て、都線連絡のために廃止区間上に、新港東口駅を設置、堀岡駅新港東口駅を進む伸ばして、富山県営都線との連絡を図ったが、 乗り換えの不便のため、伊水線の乗客は6000人、キロメートル日から3000人、キロメートル日に半減した。1971年7月に廃止の話が持ち上がる。その後、昭和52年度から、経営改善後可燃計画の実施を前提に、地方鉄道機動整備法に基づく欠損補助を受ける、ことになる。この計画では、乗客数の増加や赤字の改善を図り、 昭和56年度に黒字転換することを目標としたが、昭和54年度の時点で進捗を見直し、目標に達しない場合は、休廃止もやむなしとするものであった。この計画に基づき、乗客増加策の一環として、1977年8月31日から、富山駅前駅への乗り入れを追日6往復で、17年ぶりに再開した。 しかし、改善目標の達成が困難なことから、1980年4月1日に廃止された。なお、営業最終日の3月31日には廃線を惜しむ、沿線住民などのために午後から運賃を無料にする措置が取られた。廃止後に最後まで残っていた10件の旧駅舎は、1986年9月の新富山駅の解体工事完了を最後に、 すべて姿を消した。新富山駅跡から富山北口駅跡までは道路となっている。富山北口駅跡周辺は2000年代に入ってから宅地として整備された。富山北口駅付近、宮尾間 2.3km は、私鉄の路線バスの専用道路に転用され、後日のバス運行廃止直前には、朝のラッシュ時に富山駅行数本が運行されていた。 専用道には一般車両のご侵入を防ぐために一般道と交差する3カ所の交差点に国内初のバス専用感知識遮断機が設置されていた。専用道の先からは農道、四方駅跡から先は自転車専用道となっている。並行する富山県道56号富山環状線、富山県道7号富山八尾線が2011年に開通し、 一般道の朝のラッシュが緩和されたことから、バス専用道は2012年3月末をもって廃止され、該当するバスは一般道経由となった。富山振興によって分断された区間には後に、新港大橋が建設され、また2017年には、振興東側の堀岡方に、王子の線路跡を示すモニュメントが設置された。越中電気機動線と山北口。 司法官の開業を報ずる新聞と山、新興工事前の北条図形の姿。写真右側の島は、弁天島。バス専用道路に転用された伊水線跡前駅、富山県に所在。出店、駅名、キロほど所在地は1966年時点、駅名は1966年時点かそれ以前、廃止のものは、廃止時のもの。駅名及び、 所在地は1980年時点のもの。1935年に目黒蒲田電鉄よりも派18を譲り受けしているが、同年中に温泉電気に最上としている越中鉄道に関するカテゴリー、ありがとうございます。